はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、埼玉県にございます麺屋みつばさんに本日はお邪魔しております。こちらのお店はね、以前から動画で何回もすり鉢等でね、大きいラーメンをいただいているんですけれども、今回は大きいものでなく、このね、通常のサイズのラーメンを約3倍ほどいただいていこうと思っております。でね、もう1杯目は到着しているんですが、こちらがね、夏季限定で販売しております冷やしのラーメンでございますね。それではね、早速ではございますが、今日ね、外も暑くて今ね、汗が止まらない状態ですので、冷やしの方ね、いただいていこうと思います。それではいただきます。麺の方はこんな感じでございますね。よいしょ。いきます。通常ね、漬け汁で使用されているスープ、濃厚なね、豚魚のスープなんですけれども、それがね、いいね。旨味が濃いのよ。で、これチャーシューなんですけど、炙りのチャーシューでございます。焼き色がうまそうだよね。うまっ。で、これチャーシューね、炙りだけじゃなくて、こちらのね、低温チャーシューも乗っかっておりますね。こちらのレモンも使って味変していきます。うわ、うま。冷やしうま。この元々のスープがかなりね、濃度高いんで、冷やしてもしっかりね、出汁の香りが残ってるんですよ。これがね、すごいと思う。そしたら今ね、冷やしの方は完食でございます。でね、ちょっと先ほどの冷やしのメニューなんですけど、僕は美味しすぎてね、そのまま行っちゃったんですけど、スープ割りももちろんできますので、皆様ね、ぜひそちらもお試しください。ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。こちらがね、看板メニューとなりますつけ麺でございますね。もうね、スープの濃度がすごいんですよ。またね、こちらの綺麗な麺線なんかもテンションが上がりますよね。それではね、早速いただきますと、ひとまずこちらのね、麺をそのままいただきます。やっぱうまいな。うまい。コシが強いしね、この全粒粉の香りたまんないね。で、こちらのつけ麺のメニューなんですけれども、おすすめですだちセットというものが販売しておりますので、一旦ね、これでも食べてみたいと思います。お塩、そしたらシンプルにね、こちらでいただかせていただきます。そのまま麺だけでいただいた時よりも、全粒粉より小麦のね、香りが引き立つので、麺の甘みとかをね、より感じられますね。そしたら早速ね、こちらの漬け汁につけさせていただきます。
濃いね、たまらんね。ちょっと一旦魚粉や柚子をすべて混ぜさせていただきますね。海苔と絡めてこれドボッといっちゃいましょう。でこれね、お店の注意書きにも書いてあるんですけど、もともとね濃度が高くて旨味もかなり強いので、初めはもう麺先だけ少しつけて味の濃さを確認した後にこういろいろスープにつけて自分でね味の濃さの調整をするのがおすすめでございます。このチャーシューまたちょっと違うっぽいな。釜焼きというか焼きチャーにタレがねかかっているんですよね。うん、すいません、あ、スープ割りお願いします。そしたらただいまね具材の方は食べ終わったんですけれども、今回はちゃんといただきました。こちらねスープ割りでございます。うん、ごちそうさまでした。ということでね、最後3杯目でございますが、こちらがね、まあ、本日のいわゆる大本命でございますね。辛厚そばという、まあ、辛いメニューではございまして、これね、まあ、通常だと辛さが1、2、3からまで選べまして、そこからね追加の食券を購入することでさらに辛さが上げられるんですが、前回ねちょっと5辛をいただいた時にかなり辛かったんだけどうま辛って感じだったので、一応ね要予約で、まあ、10辛まで選べるんですけれども、予約なしでも頼める最高の辛さ、こちら9辛を注文させていただきました。もうねこの話してる最中もちょっとね湯気で鼻が痛いぐらいの辛さで、今ねまだ食べてないんだけどね汗がね止まらなくなってまいりました。ちょっとね怖いところではございますが、最後のねこちらの一杯食べていこうと思います。それではいただきます。一旦ですねこう溶かさせていただいて、あ、すごい。以前ね5辛頼んだ時は真っ赤だったんですよ。ただ本日の9辛濃すぎてそれを超えてほぼドミグラスソースみたいな、結構ね黒目の色してますね。やっぱちょっと辛いのはね食べてみないとわからないので、ちょっとね本当に怖いところですね。いただきます。大丈夫かな。あ、うまい。マコさんの北極の10辛とか激辛店のチャレンジメニューとか食べてきたんですけど、人生で一番辛いかも。ベースがね濃厚なんで辛さの前に旨味が飛んでくるんですけど、あ、うまい。2秒だね、2秒超えた後一瞬で辛味がバンって、やばい。
マジでそんじょそこらの激辛のねチャレンジメニューよりよっぽど辛いわ。ちょっとね酸欠というか熱中症というかね、頭がぼーっとする感じ。あ、でも頭回んねえや。涙出てきた。ちょっとねごめんなさい、もう逃げです。今日逃げ。チーズトッピングがね、こちらの三つ葉さんございますんで、この炙りのチーズいただきました。ただまだね限界っていうわけではないので、逃げ道としてね、この横に用意しておきます。でそのまま食べて、やばかったらこのチーズをねお口に含みたいと思います。お肉、お肉で、うん、甘い。ありがとうございます。ちょっとね見かねて生卵もいただきました。でもねまだ逃げない、頑張る。涙と鼻水で、また汗もか、顔がぐちゃぐちゃです。普段食べてる中本さんの10から比べると確実にね倍以上辛い。あーマジやばい。これねもうほぼ麺ない。重、これのこいの汁めっちゃある。いきます。見えるかな、この手の震えね。ナチュラルなのね。よし、気合入れて、よし、行かせていただきます。はい、ということでね、ただいま通常時予約なしでも注文ができる辛厚そばの旧辛を、完食いたしました。僕個人ね、テレビとかもやってるような辛いチャレンジメニュー行ったりするんですが、僕の人生史上ナンバーワンでね、辛い料理でございました。なるほど。僕もね本職の激辛好きの方に比べたらそこまでね辛さは強い人間ではないと思いますので、まあ、ぜひね辛いものを好きな方、まずはね、5辛ぐらいから、試してみてですね、いけそうであれば、5段階を踏んでね、注文することをお勧めいたします。あくまでね、辛さは上げられるメニューではございますが、辛すぎて無理とかね、そういったことで残すようなことはないように、確実にね、ご自身が食べきれる程度の、辛さで、注文してみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。
よいしょ。ごちそうさまでした。ああ、とんでもなく辛かったです。すごいっすね。